島県社会福祉協議会のフェイスブックを見てくださってる皆さん、こんにちは。これから重大なご連絡を差し上げます。明日6月28日土曜日、徳島県藍住町にて、あさって6月29日日曜日、徳島県阿南市にて、大きな災害から地域を守るための防災訓練が行われます。徳島県内の社会福祉協議会は県内を3つのブロックに分けて、毎年1回ずつ地域の住民の皆さんと一緒に防災の訓練を行っています。今年のテーマは T、 何が起こるか、これから発信していきます。どうぞお楽しみに。Thank you.